上へ行きたい。お前を頼れとユフィから聞いてきた。嬉しい、任せて。あのね、ユフィが調べたらジュノンに行くにはあの船を使うのが一番楽ちんなんだって。ほら、あそこで船を操作できるの。誰かが操作室に行き船を降ろす。残りのメンバーが船に乗り引き上げるというわけか。問題はどうやって操作室まで行くかだな。電流注意。うん、侵入者が登れないように電気が流れてるの。無理じゃねえか。そこでイルカさんの出番。イルカさんすごいんだよ。あ、そうだ、私とイルカさんが出会った時の話聞く？あのね、海を泳いでたらキュイキュイって声が聞こえて。ああ悪いな、急ぐんだ。ブー。ごめんね、プリシラ。用事済んだらまた来るから。イルカさんとのことその時聞かせて。じゃあ約束。はい。ん？知らないの？こうだよ。ああ、わかった。オッケー。それでどうするい？イルカさんの力を借りてジャンプするの。そしたらきっと届くよ。で、誰がイルカさんに飛ばされる？頼んだぜ、何でもや。俺が行こう。それじゃあ準備ができたら声かけてね。
はこれに乗って、船までイルカさんが引っ張ってってくれるから。沈まねえだろうが。入れてくぞ。警備はそれほど厳しくないな。パレードの準備中かな。俺たちに構ってる暇はねえってか。私たちにとっては好都合だね。しかし広いな。クロマントを探すのも一苦労だ。ここにはいないようだ。町へ行ってみよう。ジュノンの名にかけて式典は必ず成功させる。ねえクラウド、あれは
ハイウィンド、シンラが威信をかけて完成させた最新鋭の高速飛空艇だ。船やめてあれをいただくか。飛空艇を操縦できるのは限られたパイロットだけだ。乗組員も必要になる。そっか、ちょっと残念。町に出て船を探そう。いや、そのままでいい。泳がせておけ。入れ。ウータイのスフール総督の使者を名乗る者が面会を求めています。ほう。グレン・ロズブローク大佐とのことです。どうせ。生きていたのか。もちろん死んでるさ。早速だが、ルーファウス社長、うちの総督とプレジデントが描いていた絵はあんたが引き継ぐと考えていいのか。そのつもりだ。次の時代のテーマはヒュージマテリアをめぐる争い。シンラとウータイが各地で衝突を繰り返すことで緊張関係を維持する。しばらくはそれでいい。だがプレジデントは死に、状況は変わった。新しい絵が必要だ。相変わらずお絵描きが好きだな、坊ちゃんは。約束の地なんて絵空事をまだ信じているのか。シンラの親子は魔法を組み上げることしか考えない。たまには返さないと星が滅んじまうぞ。戦争がもたらす怒り、悲しみ、憎悪はこの上ない連帯、高揚をもたらし、世界を奮い立たせ、その精神が星を潤す。星の未来のためだ。破局の一歩手前まで行ってみようが。しかし、始めたのはそっちだろう。もうガキじゃないんだ。好き勝手にやめてもらっちゃ困る。一緒に正義を果たそうぜ。
ああ、忘れるところだった。スフール総督からの伝言だ。社長就任、おめでとうございます。ますますのご発展。有事の際には都市全体が要塞となり、海からの敵を迎え撃つ役割を担っている。空路と航路の拠点でもあり、シンラにとってはミッドガルに次ぐ重要な町だ。美味しい食べ物とか観光スポットとかは？それは知らない。そっか、クラウドらしいね。エアリス、観光しようなんて企んじゃいねえ。まさか。あ、見て、あそこ。いいか、社長賞は我々ミッドガル第7歩兵連隊がいただく。ミッドガル流の洗練されたフォーメーションをジュノン勢に見せつけてやれ。イエスター。それではパレード開催まで休息とする。各自フォーメーションを再確認しておくように。はっ。新社長にいいところを見せたいってか。大ごとになりそうで黙っていたが、やっぱり無理だ。なんだ。ルーハウスが近くにいるってのに素通りなんて面白くねえと思わねえか。ああ、暗殺とは言わねえが、一言二言言ってやって、ついでにぶん殴るぐらいしてやりて。あ、一部賛成。タークスは私たちもう追わないって言ったのに、バイクの人は保護するとかなんとか、はっきりしてほしいな。そうだよね。でも社長に会うなんてできるかな。策はある。パレードに乱入すんだろ。いや、参加者はほとんどが兵士だからな。敵に回すには数が多すぎる。パレードの一員としてルーファウスに近づくんだ。それならギリギリまで騒動にはならない。本気？もちろん。クラウド、明暗。悪かねえな。バレットとレッドは港までの経路と警備状況を確認してくれ。そしてもちろんクロマントの捜索。おいおい、シンラの制服を着ることになる。あ、妥当な提案だ。うるせえ。じゃあ行ってくる。まずは制服の調達だ。え、興味津々、やる気満々。あっちかな。うん。